ルノー21-21はフランスの自動車製造会社ルノーが1986年から1994年まで製造・販売していた乗用車である。1986年3月に全輪駆動中型車であるルノー18の後継型として発売された。基本デザインはイタリアの名門ジュージアーロが手掛けた。当初は4ドアセダンのみで数ヶ月後に ステーションは本版であるネバダが追加された。先代 R18 では室内の狭さが不評だったこともあり、ホイールベースが約 200mm 伸ばされ、クラス随一の室内空間を獲得した。ユニークなことにエンジンによって横置きと縦置きが存在した。その理由は当時のルノーには2.0リットル以上のエンジンの 発生トルクに対応できる横置き用のギアボックスがなかったことが原因。縦置きモデルと横置きモデルではホイールベースが約6 0ト、mm、ル相違している。エンジンはすべて直列4気筒サイチェシーでエンジンルームは縦置き、横置きどちらにでも対応できる広さがあった。生産は本国フランスをはじめトルコのお役ルノー、コロンビア、中国、 アルゼンチン、チリ、台湾、ベルギー、イランと多くの工場で行われたほか、当時ルノーが提携していたアメリカのアメリカンモーターズからも、ルノーメダリオンとして1986年の後半に登場したが、翌1987年の8月に、ルノーは AMC をクライスラーに売却したため、メダリオンは新たに立ち上がったイーグルブランドに変更され、イーグルメダリオンとして販売された。 1989年6月にアウディ80薬上405といったライバル車が登場して販売が落ちていた R21 はマイナーチェンジによりフェーズ2へと進化。ヘッドランプ周り、テールランプ、空調操作部などが大きく変更されると同時に5ドアハッチバックやビスカスカップリング式4輪、駆動であるクアドラ等を追加。5ドアハッチバックモデルはフランス国内で すぐにセダンを追い抜き売れ筋モデルとなった。1992年4月にトリム名が変更され、それまでの TX、GTS、t ク x などに代わり新たにしたから、プリマ、マネジャーそしてアリゼという名称になり、同時に1.7リットルと2.0リットル12、ボルト、2.0リットルターボに三原触媒が装着された。百九十三年五月はゴムの r 十一 ネバダが単にルノーネバダと解明される。1994年に4ドアセダント後、ドアハッチバックは生産を終了し、後継モデルのラグナに引き継がれ、ネバダは1995年9月にラグナワゴンが登場するまで継続生産された。累計生産台数は209万6000台。ルノー21ネバダガソリンエンジン J7 系、エンジン以外は横置き。 この他に、トルコ、ポルトガル、ユーゴスラビア向けに 1400cc があり、アルゼンチンとコロンビア向けに 1600cc があり、その他の西欧諸国向けには 1700cc、2000cc、2200cc と 2000cc のターボエンジンを積む高性能版に 1900cc と 2100cc のディーゼルエンジン、2100cc のターボディーゼルエンジンが用意された。 21は、チェコスロバキアで1989年のビロード革命を主導し、チェコスロバキア民主化後最初の大統領、及びチェコとスロバキア分割後のチェコ共和国初代大統領を務めた劇作家のバーツラフ・ハベルが、自らの意向で大統領公用者として用いた乗用者である。ビロード革命時に、当時のポルトガル大統領、マリオ・ソアレスは革命による、 民主化支持の意を込め、ハベルらに一台のルノー 21C を寄贈する手配を行ったが、その21は1989年12月、ハベルが大統領に就任した日に、ようやく首都プラハに到着した。ハベルはこの贈り物を痛く喜び、権力的なリムジンの類には見向きもせずに、1.7リットル前輪、駆動の平凡な中型実用セダンである21を、 大統領公用車として用いた。日本では、当時の正規輸入代理店であるジャックスによって、すべて4ドアセダンボディで 2200cc に4足オートマチックの組み合わせのトックスと 2000cc ターボエンジンに5足 MT の組み合わせのターボが輸入、販売されていた。2000cc ターボエンジンに5足マニュアル、駆動方式を4 w d としたターボクアドラも少数輸入。 販売された。ありがとうございます。